はい、どうも皆様こんにちは、つなきゃぴでございます。今回はですね、ご要望が結構あったので、まあちょっとご要望とは外れちゃうんですけど、まあ、PVP 講座ではないんですけど、MCSG で勝率を上げる方法といいますか、無駄に死ぬのを防ぐのかな、まあそんな感じの方法をね、教えていきたいと思います。で、その中で若干 PVP の講座的なのが入ればいいかなとか思っています。はい、まあね、普通に PVP 強くなりたいっていうだけの人は他の講座見てください。自分のはね、あくまで MCSG で強くなる方法的なのを教えていくので、はい、ではね、まあそれでいいという方はぜひこの後も見ていってください。はい、まあめっちゃくっちゃ、まあ、当たり前のことなんですけど、まあ、とりあえず当たり前から入ろうかなと思いまして、はい、まあ、高スペック高回線、まあ、これは大切です、本当。まあね、これをまあ持ってない方はっていうか、まあ、これはね、正直自分の意思で決めれるようなことじゃないんですけど、ちょっと親とか関わってきちゃうことなんですけど、まあ、これが一番勝率を上げることに関してはね、一番楽な方法かなと思います。はい、まあ下手でも高スペック高回線持ってるだけでね、結構もう剣ハメとかできるようになったりするんで、まあ、これはできる方はぜひやってくださいっていうものです。まあこれも当たり前のことなんですけど、引き戦はですね、どの PVP でも強いかもしれないんですけど、まあ、はい、MCS ではね、特にマップが広いんで重要視される戦法です。はい、引き戦の場合はですね、攻撃しにくいじゃないわ、しに行くタイミングや、行動とか選べるじゃないですか。例えばもう今 HP ないからちょっと逃げて、さあ開いて飯を食べて回復してから攻撃に行こうとか、そういうのも選べるわけじゃないですか。さらに、急に振り向かれた時とか、相手いきなり振り向かれると反射が起きたとしても、振り向いた側の方が早く一発が出せるんで、まあ、そこから一気にはめるっていうこともできますし、まあ、そんな感じで強いので、引き戦は結構 MCSG にとっては大切です。引き戦を使った応用技の紹介です。敵というのはですね、必ず引いてくる相手に近づこうとするので、曲がるときとか、まあ、最短の道で来ようとしますよね。なのでそこを予想して、まあ、F5 とかをしてですね、でその通り道の前に火打ち石をかけるという技が、ね、あるんですけど、説明する感じだと結構高難易度な技に見えますがね、はい、まあ、意外と簡単なんで、まあ、実践する方は勇気があれば多分できると思うんで、はい、もしそれ失敗したくないなとか思ってどうしてもやりたくない方は、他の別のサーバーのハンガーゲームズのサーバーでやってみたりして、まあ、実践するっていうのもいいと思います。まあ、あくまでね、自分は MCSG っていうこの US のサーバー US じゃないかこのサーバーで勝率を上げる方法なんで、はい。他にもノンセイラーという技がありますが、これはまあ説明してる人がたくさんいるので省きます。はい、引き戦の対処方法というのはですね、まずは基本的に HP マックス同士で、相手との装備差がなければあんまり追わない方がいいです。まあ、ただし、まあ、追いたい時あるじゃないですか。そういう場合は弓などで牽制しつつ、まあ、HP が減ってきたって感じ受けたら、まあ、そういう場合は攻めていっていいと思います。はい、ただその後何もせずに、まあ、ずっと逃げられちゃって、まあ、相手の HP が感知っていうか完璧に回復してしまったら、またね、引き戦のいつもの不利な状況になってしまうので、まあ、もうある程度回復しちゃったかなと思ったら一回引いた方がいいと思います。で、あと相手との距離が10マスぐらいになった場合、その場合は、ずっと剣振りながら走った方がいいと思います、自分的にはね。もしそういう、なぜかと言いますと、はい、振り向きされた時に、大体2分の1ぐらいで、剣振ってれば当たるんですよまぐれで、はい、振り向いてきた時に剣振ってない時だと絶対に反射速度的にも負けちゃうんで、ずっと10マスぐらいの間に入ったら剣振っとくことがいいと思います。あと少し下の方向いて地面を叩いておくと、火打ち石をね、振り向きでかけられた時に、まあ、それも消すことできるので、まあ、これもたまに失敗しちゃうんですけど、まあ、一応予防になるので、まあ、これもね、引き戦対策にはいいと思います。
はい、まあこれは MCSG の王道中の王道の寝技ですよね。漁夫のり、まあ、コツとかないので、まあ、簡単に説明すると、敵が戦っているのを見たら木の陰とかでスニーキングして、まあ、両者ともがダメージ受けてるなとか思ったら、まあ、相手のその場所に突っ込んでって、まあ突っ込んでって終わりです。はい、両者じゃないわ、どっちか殺せば大丈夫です。で、まあ注意としては、まあ、他に漁夫乗りする人がもしかしたら近くにいるかもしれないんで、まあ、もし漁夫乗った場合っていうのは最低っていうか、まあ、最低でも1人分の物資落ちてて、まあ、荷物整理とかするじゃないですか、まあ、その間にもしもう1人の不意打ちじゃないわ、漁夫乗り狙ってる人が来たりして不意打ちされたら、まあ、やばいんで、まあ、そこら辺はちゃんとクリアリングしてから行ってください。その場所に。はいはい、この企画は短く何個かに分けてあるので、はい、今回このくらいで終わりたいと思います。まあ、今回とてつもなくね、初心者向けな感じになっちゃいましたが、次はもうちょっとね、はい、役に立ってる講座的なの出したいと思います。それでは、バイバイ。